本山寺は、大阪府高月市原にある、天台宗の寺院。本尊は、美沙門天。倉間寺、長後尊師寺と共に、日本三美沙門天とも言われている。本堂高月市北港、京都府境に近い山間部に位置する。陰号を、霊雲院といい、南方に位置する上方山寺の奥の院とも言うが、本山寺の縁起によれば、上方山寺とは、別寺とされている。 本山寺の寺号は、戦国時代の記録には見えており、当時と神保山寺との関係は明確でない。寺伝によると、縁のオズヌが、葛城山で修行中に北西に、死雲の棚引くのを見て、霊言を感じ、北雪の山に来て自ら微射門天造を放り、道を建てて、修縁の道場として解散したのが、始まりと伝えられている。その後、宝記念館に、 公認天皇の子、海成御子が諸道を混流して、本格的な仏教寺院として創建したと伝えられている。北摂三山寺として、根本山と合する神宝山寺、南山と合する安岡寺と共に北山と合して、天台宗に属している。天正十年の山崎の戦いの際に、高山右近の陛下にかかり消失したが、慶長八年、豊臣秀頼が首老、首郎。 楼門などを再建。宝永年間に古代将軍、徳川綱吉の聖母、継承院が改修を加えた。現在の中の門は、伏見桃山城から移築されたと伝えられる。戦国時代には、松永久秀がこの寺で立身出世を祈願し、その後望みが叶ったことから五百十にある所領の、領源を寄進しているほか、芥川山城より機内に建政を振るっていた。 三好長兄や、キリシタン大名としても知られる、高山智輝、右近親子、カ野国武田信玄の品の信仰により駆逐され、三好家に身を寄せていた全品の守護、小笠原長時らが、治療の安堵状を出している。また、江戸時代には、高月城主、長井氏や皇室などの崇敬を受けている。石造法教院等、ありがとうございます。